全くわからない。そうなんですよね、それだけ実力が発揮してるってことなんですよね。そう、本当に紙一重という言葉がぴったりなこのスーパーサーキットではないかなというふうに思うわけなんですけどね、さあそれではこれから決勝戦を戦います両選手のプロフィールをご紹介いたしましょう。まずは西武選手の方からご紹介をいたします。ベルギー出身の選手です。1905位入賞、2001年世界選手権団体準優勝、2002年カタルオープンシングルス優勝という戦績の選手です。さあ一方クレアンガ選手の紹介をいたします。ルーマニア出身なんですが国籍はギリシャとなっております。シェイクハンド両面裏ソフトラバーを使用いたしております。1994年ヨーロッパ選手権ダブルス優勝、1998年ヨーロッパ選手権シングルスベスト8に入っております選手です。さあこの両選手なんですけども、ミキさん見どころを教えていただけますか。見どころはですね、はい、まあクレアンガ選手は皆さんこのテレビご覧になっている皆さんは、まあ、日本人よりも日本人の中でもまして小さいぐらいの部類に入るんですよね、はい、170センチ弱ですから、その体から放たれるドライブっていうのがものすごく速くて強いドライブ、はい、そうですよね、それに選手からのサービス、スローが出てますからね、はい、最後のシーンですね、で返して今のエッジ気味なんですよ今のボールね、それをまた返して、はい、このバックハンドドライブ、はい、回り込んでフォアハンド、今の相当打点落ちてました、落ちてます、ね、中心今のエッジなんですよ。ああ、エッジでしたか。エッジ、あれを取ったわけですよね。はい、そして拾って、これ曲がる曲げて、それで横から入っていったんですよね。ああ、そうですね。それをうまく返した。よく強烈なバック。今のなんか見れば分かりましたけど、
今エッジ、これはオーバー、バックハンドドライブ、バックハンドドライブクロス、あの勝ったわけですよね、はい、で第2ゲームに関してはあのクリアンガ選手がドライブの変化だけじゃなくて、はい、前後の変化で勝ってるんですよ。あ、なるほど、前へ行って、はい、中盤でドライブドライブをやってながらバックハンド、どうしたらいいかということをやっぱり考えないといけないと思いますし、そうですよね、しかしバックハンド、このストレート、行きたいやつをストレートにあれ持っていくボール、ポイントとなりまして、そうですね、素晴らしかったですね、私今ちょっとクリアンガ選手に、はい、あのあれをカップを渡してきますから、ちょっと松浦さんと交代しますね、はいはい、国際卓球フェスティバルスーパーサーキット第5節最終日決勝戦はクリアンガ選手と西武選手で争われまして4対0でクリアンガ選手が勝ちました。